皆さんこんにちは。今日はですね、荷物を持って歩くということをですね、説明していきます。荷物を持たずにですね、歩くときは比較的足がスムーズに前に出たりとか不安定なく歩けるけども、荷物をちょっと持った途端に足が非常に出しにくいとか足が重たくなってしまう、ふらついてしまう、そういったお悩みないでしょうか。それは足の力が弱いからというわけではないんですね。ちょっとしたポイントを気をつけるだけでですね、変化が起こることがあります。今日の動画はですね、そのポイントをですね、説明していきますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。で、今日のこのテーマもなんですけども、皆様のお悩みをもとに作っています。ですので、この動画の下にコメント欄がありますので、そちらにお悩みを書いていただいたり、困っていること、こんな動画作ってほしいということをですね、書いていただければ、その動画作っていきますので、ぜひ皆様コメントよろしくお願いします。はい、では早速やっていきましょう。はい、それではですね、今から荷物を持って歩く時のポイントっていうのを、順番に説明していきたいと思います。まずは初めに荷物を持たずに歩く時の歩き方だったりとか、どれぐらい楽なのかなというのをチェックしてみましょう。皆さん、杖をつかれている方は杖をついてください。杖をなしで歩かれる方は杖なしの歩きをチェックしていただきたいんですけども、今回はちょっと杖を持って説明していきます。麻痺側を右側として説明します。で、杖を持って歩く時っていうのは比較的楽に歩ける。このように特に足が出しにくいとか、難しいということはないというところをまずチェックしてください。確かに麻痺側が右側で麻痺があると歩きにくさっていうのはあると思うんですけども、これが荷物を持った時と比べてどう違うかというのをこの後チェックしていきますので、まずは荷物を持たない状態での杖歩行だったりとか杖なし歩行というのをチェックしてください。で、この後荷物を持ちますけども、荷物を持つ時は麻痺側ではなく違法側で持ってちょっと歩いてみますので、皆さんちょっと荷物を用意してください。はい、それでは今度は荷物を持ちながら杖をつきます。ちょっとこの時点で不安定さおそらくあると思うんですけども、一度荷物を持って少し歩いてみましょう。この時に先ほど荷物を持っていない時と比べて足が出しにくかったりとか、歩く時の不安定感、体が硬いなとか、そういうあたりをちょっとチェックしてみましょう。で、杖を使わない方は、いい方の手でですね、荷物を持ってちょっと歩いてみてください。そうすると、麻痺側の足がちょっと出しにくかったりとか、やはり体がちょっと硬いなと感じる部分があるかと思いますので、まずその違いをしっかりチェックしてみましょう。はい、皆さんどうですかね、体の違いちょっとチェックできましたか。おそらく歩いている時にその違いっていうのをすごく感じると思うんですけども、実はこの荷物を持つという、この持つという動作をした時点で少しお体に変化が起こっている可能性があります。荷物を持つ時、荷物を落としたらダメだなとか、歩く時にこれが揺れないようにしっかり止めとかないとと思うと、おそらく普段歩く時よりも良い方側の腕にはすごい力が入ってるんじゃないでしょうか。力が入ってしまうと、手に力が入ってしまうと、実はあの上半身にも、ね、結構力が入ってしまうんですね。そうすると腰だったりとか体幹と言われる部分もすごく力が入ってしまって、ちょっと硬くなってしまってる、そんな感じないでしょうか。実はこの手の力の入れ方がこの体にも影響を与えていることがあります。私もご一緒した方の中にもですね、同じようなことがあってですね、荷物を持つとすごい上半身の体、上半身の動きがですね、少なくなってしまうんです。歩く時っていうのは少し体が揺れたりとか少しひねったりっていうことが起こるんですけども、手に力が入ることで体が固まってしまってるんですね。少しそういうところ思い当たる方はですね、ここが非常に大切なポイントになります。手は力を入れるというか落とさないように持つんですけども、一緒に
上半身まで力が入ってしまっていることがありますので、手に力は入れるんですけども、上半身、特に腰あたりに力が入ってしまうと、足が非常に出しにくくなったりしますので、手は持つんですけども、歩くときは腰の力をふわっと抜いてみましょう。歩きながらは初め難しいと思いますので、荷物を持ったときに、実は体、力が入っていることがあるかもしれません。その時は力をふっと抜いてから歩き出すようにしてみてください。そうすると足が比較的楽に出せたりとか、いつもよりも不安定さが減るということがありますので、ぜひこの上半身、ね、腕ばっかり気をつけてると実は上半身、足まで影響は出てきますので、この腰回り、上半身の力を荷物を持った時にふわっと軽く抜いてからスタートしてみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。皆さん実はですね、手に力を入れると体まで力が入っている、そこまでね、なかなか気が向かないですね、注意が向いていないことがありますので、今回のポイント、手はしっかり荷物を持つんですけども、体ですよね、特に腰回りに一緒に力が入ってしまっていることがありますので、一度そこの力をふわっと立った時点で抜いてからスタートしてください。ここが今日の大事なポイントになりますので、ぜひ一度実践していただいて、今日の内容がですね、参考になったなという方は高評価ボタンよろしくお願いします。で、僕たちこうやってですね、 YouTube 動画を配信していますけども、もっと知りたいとか、もっとこう細かいところを質問したいという方は、YouTube ライブも、1時間の YouTube ライブもありますので、ぜひそちらにも参加いただければと思います。それを見逃さないためにもチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録の方法はこちらになります。スマホで見ていただいている方は、スマホの下のところにチャンネル登録のボタンがありますので、そちらクリックいただいて、ベルのマークもクリックいただければ、見逃さずにですね、通知が届きますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、では今日はこれで終わります。